牛が笑ってる。はい、朝だ。顔洗おう。あれ、水が出ない。壊れてんのかな。腹減ったぞ。何かあるかな。出られた。なんだろう。もう何ですかこの家は。朝飯。あ、チャチャさんは。お引っ越し。あー、さっぱりした。おはようございます、チャチャさん。おはよう、シーネちゃん、リーヤ。面白いお家でよかったね。そうですか。あー、楽しい。朝飯食わせろ。お家を戻れ。さあ、今日も元気に出発よ。何これ。昨日はこんなもんなかったぜ。道の真ん中で思いっきり通せんぼしてますよ。どうしよう、これじゃ先へ進めない。待っていたぞ、バカガキどもめ。お前らを倒して今度こそ大魔王様に認めてもらわなくちゃね。誰だ。あれ、この匂いどっかで嗅いだような。こんにちは、やいこのみんな。今日も元気に旅してるかい。私たちは双子の極限師、ラブラブランタンお姉さんと、バラエティカンカンお兄さんだよ。お兄さんたちは中国4000年の秘術を伝えるマジカル曲馬団の極限師なんだよ。今日は1日限りの特別公演よ。うんうん。あれ、この匂い、この匂い。行く。そこで今日は良い子のみんなをマジカル曲馬団のスペシャルショーに無料ご招待。とっても楽しい曲芸が全部ただで見られるのよ。わーい、曲芸曲芸。おまけに超特製やんちゃセットもサービス。超特製やんちゃペット。俺はペットじゃねえ。ボケ、ラムチョだ。軽い食事とお茶のセットのことだ。おお、食い物か。とっても素敵な仕事。おいしい中華の夢の共演。それがマジカル曲馬団なのさ。わーい、わーい。ゆかさん、待ってください。僕らには大魔王の城に向かうという目的が。でも道の真ん中にテントあるし、通らないと進めないよ。ああ。そうだぞ、それで食いも食わなきゃ。さあ、ケーキ漬けにミュージックスタート、レッツダンス。おお、わーい、わーい、おお、さあ、入り口はこちら。どんどん中へ入ります。イエーイ。おお、どっかで聞いたような。気のせい、気のせい。お客さん、私たちだけね。いいのかな、こんなところで道草食ってて。俺は道の草も食うぞ。マヨネーズつけてな。お前だけだよ、そんなやつは。早く始まらないかな。一人ずつ順番に消してやる。食い物食い物。そして最後に変身できないチャチャをやっつける。チャチャさん、お腹壊します。ということで、作戦その1、ボール爆弾。まずは犬頃から片付けちゃうわよ。リモコンの準備はいい、カンカン？いつでも OK だよ。行くわよ、カンカン。抜かるな、ランラン。いよいよね。はい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 、はい、はい、皆さんお待たせ。マジカル曲馬団にようこそ。はいはい、待ってました。 OK、 行ってみよう。最初の出し物はこれだ。不思議なボールの舞よ。このボールと踊りたい人はいないかな。じゃあそこの犬がいない。ボールくれ。俺がボール遊びするぞ。じゃあ準備はいいかな。こっちも準備もいいぞ。わーい、頑張れリーヤ。ここにいるの。あ、リーヤくん、まだお前か。どうしたっけ。すごい派手な演出ですね。ダーン。そう、
リア君を出しなさいよ。リア君、はるばるあなたを探して旅に出た私、冷たい雨に打たれ人魚になって進めない時もあったわ。強い風に飛ばされ繰り出しに戻った日もあったわ。でもどんな辛い時もリア君の、リア君の、リア君の、リア君、リア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 、やめろ。リア君の笑顔を思い出して頑張れたわ。さあ良い子の皆さん、次は絢爛豪華剣の舞だよ。お、上手ですね。すごい。さあこの中で飛び入り参加してくれる良い子はいないかな。そこの希望に輝いたかっこいい男の子、どうかな。え、希望に輝いてかっこいい僕がですか。そうや、どうのこと。素敵な彼女も見ていることだし、一生の記念になるかもよ。彼女、赤ずきんの子でしょ。彼女だなんて、なんだ。近い将来そうなるかもしれませんけど。メロメロ、うわ照れちゃうな。なんか熱くなってきちゃいました。おー、準備 OK。 ジーレちゃんかっこいい。え、かっこいいですか。油断しないでね、もう始まってるからね。先に行ってよ。ごめんよ。じゃあ一気に行っちゃうよ。すぐ楽になるからね。一気に、まさか。そうだよ、これ全部一気に投げちゃうよ。良い子は真似しちゃダメだよ。シーネちゃん何するんです。お兄ちゃんだ。危なかったぞ。どうするのカンカン。こうなったらあれを使うまでのこと。お兄ちゃんありがとうございました。いえ。次は何やるんだ。やあ良い子のみんな、ここでちょっとお休みだよ。第2部が始まるまでこのマジカル曲バナン名物ヤムチャセットをどうぞ。おお、ヤンチャペットか。みんなたくさん食べてね。第2部は動物たちのショーになるわよ。またね。わー、いただきます。いただきます。俺も食うぞ。あたんたら、リア君の分を食べちゃダメ。リア君はどこなの。あんたたち先のんきに食べてちゃダメじゃないの。俺も食べるぞ。あ、リア君どこ行ってたの。食べましょ食べましょ、お茶も飲みましょ。リアのやつ食うためには必死だな。おいしいですね、シーネちゃん。おいしいですね、おりんちゃん。リア君どんどん食べてね。マリンちゃんもどんどん食べるね。あんたもね。ここ、次に食べろよ。じゃじゃじゃ。食べてる食べてる、何も知らずにな。これでショーの第2部も無事始まるわね。よーし、お腹いっぱい食ったぞ。痛い。あれ、コアラがいるぞ。もう、マリンちゃんいい加減にしてよね。あれ、マリンちゃん。え、あんたチャチャ。マリンちゃんがアヒルになった。チャチャ。なに、リーヤ。チャチャ、コアラになってるぞ。え、あ、なんかモカモカしてる。ヒネちゃんとオリンちゃんは。あ、私タヌキですか。モモンガですよ、オリンちゃん。手を広げてみて。あ、そうですね、よかった。でも動物は動物なんですけどね。ヒネちゃんネズミ。うっさいわね、そんなことでパニックってんじゃないわよ。リーヤ君なんて犬になっちゃったのよ。オオカミだぞ。オリン。いつもいつも同じ手に引っかかるやつらだ。結構かわいいわよ。あなたたち一体。まだ気がつかないのか。大魔王様が最も信頼する双子の魔法使い、バラエティカンカンと、ラブラブランラン、またる名をビューティフルランランと、サンデーカンカン兄弟。そう、こんな折り。リーア、私がリーアの仇を取る。いでよ、カンカンの怪獣。バカめ、魔法なんか使えないぞ。大変だ、私がやるわ。マリン、マリリン、ステッキが持てない。私たちの属性魔法薬で、あんたたちはただの動物になっちゃったのよ。そういえば俺も元に戻れない。忍術も使えません。材料も豊富だし、マンガン全席を大魔王様で召し上がっていただけるわね。マンガン製造？物騒だな。あの人たちもしかして私たちを料理にしてしまうつもりなんじゃないでしょうか。どうしよう。うまい料理にしてやるからな。いなくなっちゃった。チャチャさん。やりましたよ、チャチャさん。僕ネズミじゃなくて
穴掘り名人のプレーリードッグだったんです。さあ皆さん今のうちに。シーネちゃんすごいです。え、いや今外には出られたけど私たちずっと動物のままなの？元気出せよ。俺はコアラのチャチャも好きだぜ。どうしよう、シーネちゃん、チャチャが落ち込んでるぞ。このままじゃ大魔王を倒してお父さんお母さんを助けるなんてできないよ。なんてことのルナリ。私とリーヤ君の中に嫉妬した悪い魔法使いによって白鳥に姿を変えられてしまったのね。マリンちゃん、アヒル。あのヤムチャセットさえ口にしなければ白鳥にならずに済んだもの。哀れなマリン、悲劇のヒロイン、オーザワールド。アヒルだって。それですよ、チャチャさん。え、あの二人が言ってたでしょ、特製魔法薬で動物にしたって。きっと元に戻る薬もあるはずです。そっか、シーネちゃんすごい。探してみましょう、みんなで。ふふふ、薬の匂いがする。あそこだ、あのテントの中だ。あ、なんか出た。怪しいわ怪しいわ。まだ仲間は。よっしゃ、俺に任せろ。ちょっと待て。どれだ。あれ、あの声は。ちょっと何すんのよ。ヤッコちゃんだ。シーネちゃん、何この動物。ヤッコちゃん、私動物に知り合いはいないわよ。おー、ヤッコちゃん。あら、ワンコロリーヤ。おー、じゃあこの連中は。チャチャです。シーネちゃんです。オリです。私は、どういうことなの。そうだったの、よくわかったわ。じゃ、頑張ってね。待てい、話だけ聞いていっちゃうのか。私は忙しいのよ。ヤッコちゃん、なんでここにいるの。うん、私は猿人に頼まれて世界中の珍しい薬を探しているだけなの。お猿さん。ああ、猿人ってはっきりしない誰かってことですよ。ああ、誰かって誰。そんなの言えるわけないじゃない。おだってその人とヤッコだけの秘密なんだもん。ヒラビーシャマーヤッコメロメロ、ヒラビーシャマシャマ。ヤッコちゃんもういい、薬探すの手伝ってよ。ああ、喉が渇いてしまったわ。優しく喉を潤す飲み物が欲しいわ。あ、あんなところにお茶とおまんじゅう。あ、落ちた。一仕事終えるとお腹が空くのよね。あ、おやこ幸せ。あ、失礼、お腹が鳴っちゃった。が、やっこちゃん。なんじゃこりゃ。豚？イノシシです。なんで教えてくれなかったのよ。さっき話したよ。やっこちゃん言ってたよ。うん、そうだったの、よくわかったわ。ああ、こんな姿になっちゃって、あの可愛いヤッコちゃんはどこに行ったのと言っていて、私はさっき見つけたこの魔法薬で元に戻れるわ。何それ。行く。あ、それって人間に戻る魔法薬ね。あんた薬を独り占めして、キャチャがコアラになってる隙にセラビーに弟子入りしようとしてたんでしょ。ほほほのほ。どうせあんただって自分とリアだけ人間に戻ろうと思ってたんじゃないの。おらちゃん、マリンちゃん。百姓はいな、お側へ羽ばたくぞ。それはね、世話を焼かせるガキどもだ。付き合ってられないわね。付き合ってくれなくていいです。俺に任せろ、今度はそう簡単に捕まらないぞ。私を倒せるかしら。俺は強い狼男だ。ほーら、ウサちゃん釣りしたわよ。バカにしやがって。イケリア、ガブっといけ。ほら、ウサちゃんに逃げるわよ。はい、こっち。アビコン。わあ、決まった。犬は逃げるものを見ると追っかけたくなるんだ。かわいいワンワン。俺は狼だ。誰だ。私をかわいいヤッコちゃんの姿に戻してよ。この薬が欲しいのか。しまい、イノシシは一直線に進むしか脳がないのよね。次は誰かな。私が行く。必殺コアラ攻撃。コアラ攻撃ってどんなの。わかりません。とりあえず行ってみよう。おやハンハンハン。ほら、早く入りなさいよ。寝るな。また檻の中に逆戻りだな。
その檻も二度目となれば居心地もいいだろう。残りのお友達もすぐ入れてあげるわよ。さあ残る2匹はいない。ああどこに行ったの。あ、いたわ。あ、薬が。ダメです、薬は渡しません。はい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 、キャッチ。キャッチさん、薬をこのお皿に。なんだお前ら、どうやって檻から出た。同じ檻に入れるんならさっきイネちゃんが開けた抜け穴を塞がなきゃ。あ、そっか。皆さん元に戻る薬を飲みましょう。薬を。お凛ちゃんも早く。はい。お待たせしました。じゃあいただきます。いただきます。クソ、人間に戻ったか。もう少しだったのに。というわけで、もう勘弁しねえぞ。よくも私を美しい白鳥に変えたわね。あり得る。手加減しません。覚悟してくださいね。私もなんか言いたい。笑わせるな。我々にはまだ必殺最強奥義があるのだ。これを使うことになるとはね。お前たちに勝ち目はない。これ使ったらあんたたち泣いちゃうかもね。やるんならさっさとやれ、ボケ。あいつらにボケと言われるとことのほか腹が立つな。なんかね。行くぞ、ランラン。オッケー、母さん、マルサル、フロの守護神パンダ大王様のお姿を。お願いします、大王様。パンダ、僕は可愛いパンダなんだな。はじめまして。あ、傾く。大王様、挨拶はいいです。なんだ、可愛いパンダさんなんだな。はじめまして、チャチャです。チャチャさん、逃げるかやっつけるかしないと。え、パンダさんやっつけちゃうの。でもやっつけないと先へ行かしてくれないんじゃないかと。じゃあ攻撃を始めるんだな。ここは狭いからそっちに転がってみようかな。やめて。行くよ。あれ、なんか潰れた。なんかあったの。大王様、真面目にお願いします。何か言ったか。あ、いや別に。僕のやりたいようにやるんだな。はい。さあ僕の遊び相手をするんだ。パパイヤ。僕は動物園にいるパンダと違うんだな。世界一の格闘技チャンピオン、パンダ大王様だ。まあ、頑張れ、パンダ大王様。チャチさん、変身しましょう。でもパンダさんだよ。そんな。チャチャ、早く変身だ。おりんちゃんもやっこちゃんもマリンちゃんも危ないんだぞ。あいつは可愛いパンダなんかやりません。大魔王の手下なんです。はあ、どうしたチャチャ、手も足も出ないようだな。便利なおもちゃになってもらうぞ。愛よ、勇気よ、希望よ。プリンセス、ホーリー、ビューティーセレンアロー、ペイントフェアリーナビゲーション、本気の本気なんだな。大王様が本気の本気になってくださったわ。これで勝利は我らのもの。アバンナ、アバンナ、ウラキン、アバンナ、アバンナ、ガー。ジャジャさん、ジャジャ、やったんだな
さすがパンダ大王なんだな。パンダ大王さん、もう私たちの邪魔をしないで。ウィングクリス、サムズクラッ！もう来てんだな。大王様が破れた。あっけなかったな。我々もひっそりと帰ろう。出るに出られないわね。チャチさん、無事でよかったですね。みんな動物になっちゃって、どうなることかと思っちゃったね。でも、コアラのチャチさんも可愛かったですよ。お、なんか落ちてる。うん。またコインですよ。もらっとこうぜ、シネちゃん。これで3枚目ね。何のコインなんでしょうね。メリードッグのシネちゃん、可愛かったです。ちょっと早く助けてよ。あ、行きます。いやー、あんた何する気よ。ダメ。でも服を着らないと。また一難。今度はすごく大きな川が行く手を阻んでるの。私たちが困っていたら親切なおじさんたちが渡し船を出してくれたんだけど、なんと船は沈没。着いたところは竜宮城。カッパガールズのダンスやキュウリ尽くしのお料理でもてなしてくれるんだけど、この乙姫様ちょっと変。次回、竜宮城でカッパ祭り。